日本埼玉県河野寿市、本町本町は埼玉県河野寿市の町名。現行行政地名は本町1丁目から8丁目。郵便番号は365-0038。JR 東日本河野巣駅東口一帯にあたる。来電、元宮町、東、天神、人形、原間室、富士見町、逆さ川、境町と隣接する。 1965年2月1日、住居表示実施により、大技、コーノス、神尾根塚、滝間室の各一部から成立した。大技、コーノスの一部から1.47.8丁目が、大技、コーノス、神尾根塚の各一部から2.3、6丁目が、大技、コーノス、滝間室の各一部から5丁目が成立した。住居表示実施以前は、陶器上の大和、大技、 障子の地名の他に古いものでは明治時代から使用されている旧町名が存在した。住居表示実施以前は住所を表記する法律上の規制がなかったため、登記地名ではない旧町名や自治会の名称が郵便物の住所の表記、各種の名簿に掲載する表記などに使用される事例が多かった。現在は自治会の名称やバース停の名称に残されている。 九丁名のうち、本一丁と宮本町は2008年4月1日に、高野瀬駅東口再開発事業により整備された公園、エルミパークの外区において、富永町と石橋町は2012年4月1日に、高野市立高野瀬東小学校の校庭部分において、住居表示の外区符号として復活した。これにより、エルミパークの住所は、 本町一丁目本一丁番と本町一丁目宮本町番に、河野瀬東小学校の校庭部分の住所は、本町六丁目富永町番と本町六丁目石橋町番になった。河野瀬東小学校の校舎の住所は変更されず、本町六丁目4番56号である。また旧字名のうち、旧河野祖塾、大技河野寺の字、マリこと、旧 上尾稲塚村、大和上尾稲塚の地、深夜式が2015年8月24日、住居表示の外区符号として復活した。前社、マリコは、河野市立河野住南小学校の敷地の、正半部が本町八丁目マリコ番に、後者、深夜式は、市内東四丁目地内の、欅通り公園の敷地内のみが、東四丁目深夜式番となった。 2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。